バーディーバーディーは現役時代 G3 ユニコーンステークスなど重賞2勝を含む通算6勝を挙げ、 G1 でもスマートファルコンやトランセンド、エスポワールシティといったダート戦線のトップホースたちを相手に堂々と渡り合いました。バーディーバーディー最大のセールスポイントとして挙げられるのはやはりその血統背景です。アメリカ牝馬3冠のスカイビューティーやプレザントホーム、ポイントオブエントリーなどの一流馬がずらりと名を連ねるその血統はまさに北米屈指の名門といえましょう。またミスタープロスペクター系の肌馬にブライアンツタイムという配合は本馬の他に今年初年度3区がデビューするフリーオーソなどが挙げられます。フリーオーソの3区はセールでも8割を超える高い売却率を誇ることから、バーディーバーディーの3区も確実に需要があるものと見ており、種付け量を考えるとコストパフォーマンスに優れた勝負となってくれるのではないかと期待しています。サンデーサイレンス系の血を持たず、さまざまな繁殖牝馬と配合可能な世界的良血馬、バーディバーディ。種付け料は受胎確認後20万円、または産駒誕生後30万円となっております。以上、バーディバーディでした。